前を手伝っております。で、はい、今佐藤さんがこれ別の全労協の専任委員会という人たちがつい先週来た時に作った資料を送れって言われて送ったら今日この場で仕事としてよくまとまってされてたので、タイトルが変わっただけっていう感じだったんですけど、まあ、これ全部やるととても長いで、まあ、大体女性の何て言うかな、状況と現状を、まあ、組合が関わった範囲でさっとまとめたんですけども、まあ、先ほどからずっと出てますけども、例えば、初期の頃は誰も女性の保険手当が出るなんて誰も知らなかったし、でそれをまあ組合の取り組みで、取り返したんだけども、そこでなんか我々の認識ではこれで何て言うんですかね、下請け構造にちょっとこうメスを入れると思ったわけです。どんな下請け構造の末端書類上に載らないところでも最低は特殊勤務手当が1万円と賃金になると、でこれがそういう形でなんていうか下請け構造にメスを入れると思ってたら、全ての業者が最低賃金と特殊勤務手当という条件に変えちゃったわけですね。それはそれである種の衝撃だったんですよ。その資本ってここまでやるのかっていうような衝撃がありました。でこれは、今避難区域が3分割されてて、帰還困難区域については1日1万円の特殊勤務手当で、それ以外の地域に関しては6600円の特殊勤務手当っていうふうに今変わっています。でそれから除染以外でも例えば避難家屋の解体だったり中間貯蔵庫を作るとか、そういうもういろんな作業が避難区域の中で行われてて、被爆労働という捉え方がものすごい広がっているわけですね今で、まあ、その中ででもほとんどで相談を受けてもこの作業に特殊勤務手当いくら出るんだろうかっていう我々も全然把握できないような状態になっていて、相談を受けて初めてそんな仕事があるのっていう感じで慌ててこう調べたりとか、そういう状況が広がっています。でただ相変わらずやはりその特殊勤務手当が出る仕事っていうのの募集を見ていると、最低賃金だいたい1日にして6000円ぐらいですね、プラス特殊勤務手当だから、例えば居住制限区域で解体したり除染したりする人はだいたい1日の総額が1万2600円ぐらい、で帰還困難区域の除染って今ほとんどないですね今は。でだからこの帰還困難区域だったら日当が6000円ぐらいで、特殊勤務手当が1万円ぐらいで締めて1万6000円という形です。で最初の頃我々何回も労基省とか国との交渉で特殊勤務手当が1万円きちんと払われてないのことについて指導しろとずっと言い続けたんですけども、ずっと労基省はいや最低賃金を下回ってないからこれは労基法違反ではありませんと、でこの管轄は環境省ですと、あらかじめ特殊勤務手当を1万円払いますという契約書を結んで、それが払ってなかったらこれについては指導できますっていうような対応をずっとやったんですね。 でもそんなの労働者自身が特殊勤務手当1万円あるなんて知らないわけだから、で実は業者も知らなかったんです。知らないわけだからそんな契約結ばれるわけがないんです。でそれをそういう取り組みをずっとやってきて、やっと2年間かけて、2014年頃だとにある別の相談ですけども、その中で、これは横浜と鶴見の労働基準監督署まで行って交渉したときにですね、ようやく特殊勤務手当っていうものがあることを明記しなかったと、契約書というのが、労働基準法の15条違反だという指導がなされました。ただ払ってないことが違反ではなくて、そういうものがあるっていうことをちゃんと知らせなかったっていうことが違反だというので、2年かけてやっと半歩前進できたかなという印象です。でただ相変わらずの特殊勤務手当自身の何ですかね、払われてないことが労基法違反だというふうにはまだ踏み込まれてないです。でも逆にそういうのは減っているんですね。もう特殊勤務手当1万円プラス最賃とか6600円プラス最賃っていうのが構造的にもう出来上がっているので、逆に
特殊勤務手当の未払いっていうのはすごく少なくなっているんです。で、まあ、じゃあ一方でその実は、設計労務単価というのがあって、これ必ずしもこの通り払う必要はないんですけども、公共事業なんかで入札の目安にするような金額なんですね。でそれだと2012年だと、設計労務単価では普通除染作業員、何の資格も持ってない、何の特別な技術を持ってない人、それによって作業で速攻をさらったりっていう、そういう労働者の人種の給与賃金が1万1700円っていうのになってて、これ今年の4月には改定されて1万7400円になってるんですね。これ要するに賃金部分だけがこれぐらいなってるんです。でプラス1万円ない6600円っていうのが、おそらく国などが元請けに対して払ってる額だと思う。この必ずしもこの通りじゃないんでしょうけども、というでも実際我々が見る求人って言ったら1万2000円から1万6000円なんですね。もう1万円以上がこうどっかに行っちゃってる構造になってます。で、まあ、下請け構造とかに関してはずっと書いてます。で、まあ、大体8月末の段階で国の直轄地域、この地図に色付きのところだね、これこの避難区域に関しては国が除染する。でそれ以外の例えば福島市とか浦川市とかそういうところは自治体が除染するっていうふうになってるんですけども、国の直轄の除染で働いている人っていうのは8月31日の段階で1万2890人が働いているんですね。除染労働国直轄地域だけ で福島第一原発で8月末の段階で1日5900人かな、大体6000人ということは、まあ1万9000人ぐらいが第一原発と国直轄除染だけで働いています。でこれに第二原発とか他の自治体除染とか中間貯蔵庫の工事だとか試験輸送だとかそういうのを合わせると、まあ、2万5000とか3万5000とかね、4万とかそういうぐらいの数の人たちが、被爆するっていうことを前提にした仕事をしているわけです。でその、まあ、言いたいことはさっき佐藤さんがどんどん喋っちゃったんですけども、そういう人とどうつながれるかっていうのがやっぱ非常に問われてるなと思います。なかなかね、いくつもいろんなグループの方案内する機会があって話すんですけど、どうもピンと来てもらえないっていうか、そこで働く人の姿とか、どういうその人たちがどういうなんていうかな、生活をしてきたかっていうのがピンと、さっき桂の方からもありましたけども、例えば社会保険に入ったことがないっていうのを聞いたら結構な人がってびっくりしちゃうんですけども、私も今まで一度も社会保険入ったことがありません。でそういうの私からしたら逆にそんなに世の中の人たちってちゃんと保険とか年金しっかりしてるんですかっていう印象があるんですけども、どうもそこでやっぱね、相談に来る人と相談を受けるこっち側、あるいはその運動の側でものすごいこう溝があるんですね。でやっぱそこをこうどういう人が働いてるのかっていうのをこうリアルな問題として考えてもらえないと。で実を言うと、構造的なことを言うと建設土木で働いてる人、全労働人口の中でこれ大体1割ぐらいなんですよ。でということは10人知り合いがいたら1人ぐらいはみんなそこで働いてるってことになって、それぐらいこう身近な存在としているにもかかわらずなかなかこうつながれてないっていう、こういう問題はでかいなと思うと、あとはやはり特に原発と除染労働者はすごく白い目で見られます。その中で除染なんてでもものすごい白い目で、原発はやっぱり第一原発をなんとかしなきゃいけないっていうので一時期こう福島なんか50とか言ってこう持ち上げられたりしてるけども、除染なんてあれやる意味がねえし、やるのは住んでる人を騙して帰らせるための事業で、それにやって金もらうなんてけしからんみたいな、こうそういう話を受けるし、よく言われるのが原発とか除染の人が増えたから治安がとても悪くなったっていうようなこと、そういうのをすごく聞きます。でこれは実は反原発とか脱原発とかいうことをやってる人の中でも平気で語られたりとかするんですね、そういう意見が。でいやでもその運動をやってる我々の側がそういう立場ではもう絶対に労働者と関われませんので、でそこからもうなんとか始めたいなと思ってるってもなかなかできてないんですけども、まあそういう言いたいことはさっき佐藤さんがね割と言ってくれたので、私からはそんな感じ。